兵器は打ち壊したぞ。もう安全だな。おかげで助かりました。どうぞ役に立ちそうなものをお持ちください。 Sakai! Get up! おかげで助かりました。さあ、早く逃げよう。どうぞこちらをお受け取りください。
遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた。ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。堺様、杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。何があろうと私は決して武器を取る。一族郎党殺されたらしい。生き残りは足立様の嫁ご。ジン。雅子殿、おいでくださるとは。叱る時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し、二人の息子を奪い負ったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。猛虎を壊せるものは全て壊してるみたいね。私の村も襲われちまったよ。お侍がいないから好きよ。さあ、いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ、ケンジ。
サカイ。その弓、頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか。この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。クロード様は百姓かね。そんな気がするよな。俺たちの味方だし。ああ、きっと生まれは筒のどこかだと。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。男にしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。サカイ、皆の者、ブーンを。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。すべてなで切りにしろ。殺しだ。
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちはダイモンを攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、サカイ様に続けろだ。クロードに続け。屋根に登らねば。敵陣を見渡し、ハーンの居所を探る。
보제유학사あの櫓を登れば敵陣を見渡せよ。
than neck and bed. Enter samurai was the and what? We don't get to have the marshal!黒だらけだ。己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土のために受けてもらう。 この津島からは出さんぞ。
敗れたであろう。こたびは勝てるとでも勝ってみせよう。Let's go!
ければ次が来る。忘れ物。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば、誠の平和は戻らん。猛虎が去ったら、どうなるんだ？また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。民には希望を、猛虎には恐怖を与えろ。それで侍に追われろって？武士の心を変えられるのは、お主だけだ。戦い続けろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か？あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちる、しんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。高を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない。俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。クロードが刃を交えるのは
聖者だけではない。